詳しくは公式ホームページをご確認ください。以上、学ベビのことを教えてあげるよのコーナーでした。おい、クレーンゲームばっかりやって俺の話聞いてないだろ。ああごめん。これなら一人で出かけた方が良かったよ。やった、落ちた。はい、これ。え、お前が欲しがっていたクレーンキングの景品。ありがとう。まだまだ取るぞ。おい、まだやるつもりかよ。気持ちをつなぐクレーンキング、バンプレスト。オルドレックスのバズです。よくです。文化放送主催オルドレックスアリーナツアー2018 We are here。 来年2月8日木曜日、横浜アリーナ。チケットは12月16日土曜オンセール。詳しくは HIP03-3475-9999 まで。会場で待ってるぜ。コウタロウとユイチロウ、ヒカルとナンシー、そろそろお別れの時間です。番組では引き続き僕たちへの質問などメールを自由に募集します。メールアドレスはすべて小文字でヒョロアットマーク JOQR.net です。あなたからのメールお待ちしております。それではここでヒョロとナンシーの最新情報です。僕たちの落書きデザインのキャラマイドが発売中です。おじいちゃん大丈夫ですか？やっぱバレてますね。ちょっと必死に隠そうとしてるんですけど、すいません、お聞き苦しくて。プリント一番くじ、ヒョロット男子は、はい、ファミリーマート、サークル K、サンクス、ローソンの店頭マルチコピー機でお買い求めいただけます。はい。3つのランダムグループに分かれておりますので、お目当ての絵柄のグループを選んで購入してくださいね。絵柄などの詳細はバンプレナビをチェックしてください。お願いします。というわけで、はい。すいません、第137回。朝に撮らない方がいいんだよ。入っちゃってんだよね、朝ね。137回の放送をお届けしました。ということで、やりましたね、またこれ企画、演技力、特殊演技力。他どんなの来てたんですかね。まだいろいろ来てますよ。なんだろうね。うん、これはね、西山がお餅で、梅原さんがキネ。大体僕がぶっ叩かれたり、そういうことだね。してることが多い。あ、破れちゃった。梅原さん、リップクリーム、西山さん、唇。あ、エビなしの。どうもありがとうございます。ありがとうございました。支えになっております。はい、ということで、またいつかやるときは、またぜひ送ってきてください。ね、どうもありがとうございました。というわけで、今週のキャロット男子はここまで。お相手は西山幸太郎と、梅原裕一郎でした。来週も、ラジオの枠をぶち壊せ。バイバーイ。